こんばんは、ゆるのみキッチンです。取らないおつまみシリーズ全部作り終わったので、今回はゆるっと飲み食いしている実食シーンをお届けします。それでは早速どうぞ。せーの、いただきます。乾杯。チンチン。おいしい。ま、じゃあまずは湯豆腐からいきますか。いただきます。はい、どうぞ。寒い日は湯豆腐だよね。しょ、あったまるね。あったまるね。はい、どうぞ。ありがとう。まずはポン酢で。うん、冷えるね。いただきます。このポン酢がね、やっぱし、うまいんだよね。あ、おいしい。し、普通の豆腐だけど、ね、別になんてことない、うん、普通の豆腐、普通の豆腐、おいしい。うん、それがうまいんですよ、結局のところ。ポン酢がいいね。うん、いやー美味しい。日本酒でも飲みたいな。うん。うん。で、こいつがね、きゅうりのにんにく醤油漬け。お。うんうん。さっき。あ、美味しい。いいよね。いいね。とってもいい。ちょっと箸休めって感じで、うんうん、美味しい。で、お次は、うん、よっと、コーシーノの、ちょっとここで大丈夫かな、このネギダレを。美味しそう。落ちませんように、落ちませんように、落ちませんように。美味しそう。はい、こんな感じで。こんな感じです。いかがでしょうか。いただきます。はいよ。いやー、次はあれっすよ。おいしい、このネギダレ。一緒これ。うん。今回さ、柚子がちょうどあったからさ、うん、柚子入れたの。柚子入りのネギダレでちょっとさっぱりと。めちゃめちゃ美味しい、うん、ネギダレ美味しい。あ、柚子の香りがすごいする。さて、ここいらでペロッと食べちゃいました。まあネギと、うん、よいしょ、はい、美味しい。えのきさんをわさっと投入しまして、あとはまあ普通に召し上がるって感じで。よいしょ。で、ここでこいつの出番ですよ。これは何ですか？じゃこ天の卵とじでございます。すごい、初めて見た。こんな感じです。もうこんな感じです。です。いいね。一緒。そのまま？このまま、もうつつく感じ。つつく感じで。まあ、それはこれでいい？あ、いいんじゃないか。あ、まあそうだね。いただきます。いただきます。うん。うん。おいしい。あ。いいねこれ。うまっ。うん、美味しい。じゃこ天こういう使い道もありだね。うん、うん、うん、卵とのハーモニーがすごい。間違いない。うん、こんなに合うんだね、卵とじゃこ天。美味しい、これ。うん、うん。え、こっちも食べていいの？うん、今日遠慮してた。もちろん。こんな感じですわ。こんな感じです。いただきます。はい。
どう東南アジアのか。辛い。辛いよ。うん、東南アジアの味する。でしょ。うん。屋台の。なんかそういう感じのイメージで作ってみました。うん、相当美味しい。で、うん、ナポリタンの辛いのに、なんかちょっと。アジアンテイスト入ってるみたいな、うん、もっとそんな感じか、うん、まあ、できちゃった、うん、よいしょ、うまっ、これは美味しい、うまいよね、うん、よいしょ、豆腐をもう先に取っちゃおうかな、はい、どっちがいい、ポン酢しかなかった、いい、うん、皿が、ありがとうございます、はい、ネギ用の皿が、小皿が欲しい、うん、あとはもうなんか乗っけて食べちゃえばいいじゃん、ここに、うん、ポン酢水ネギとか、ポン酢水ネギする、贅沢な、あ、落とした、あ、失敬失敬、合うかもしれないね、うん、合うと思うんだ、柚子が入ってるとこが美味しい、おう、いけてる、ポン酢に、柚子に、ネギに、ネギに、うん、うん、美味しい、これはこれでいいかも、混ざってる、ね、混ざって、うん、うん、うん、美味しい、これちょっと冬のたんびにやりたい、うん、毎冬、冬の定番ですよね、うん、もう湯豆腐ってさ、すごい定番メニューでしょっちゅうやるけど、やっぱいいよね、うん、落ち着く、うん、なんか日本の冬って感じ、うん、手のつまみになるね、ハイボールが秒でなくなりました僕はもうすでに2杯目をいただいております、え、早くない、早いっすよ、え、いつ、ね、さ、たった今、さっき、え、今作った形跡なかったけどあなた食べるのに夢中になってただけよ、え、作ってたの、作ってたよ、全然気づかなかった、これもいいね、キュウリ、キュウリもなかなかいいでしょ、うん、このアイデア、なんかニンニク醤油っていうところが新しい、うん、今までない感じ、うん、これはね、うん、うん、ちょっと漬け込んでもいいかなって思った、そうだね、うん、でもまあこのくらいでも十分、うん、おいしいよ、浅漬けとしては食べられる、うん、よいしょ、ネギダレください、はいよ、お好きにどうぞ、ネギダレは何入ってるの、ニンニク、ニンニクは入ってないんだな、これ入ってないんだ、なんかニンニクを感じた、ごま油だ、そう、うん、何でもかんでもニンニク入れると思ったら大間違いだよ、入れそうじゃんまあ入れる、普段だったら入れるんだけど、うん、ゆずとは喧嘩するだろうなと思ってやめた、確かにニンニクとゆずってあんまり合わなそうだもん、うん、うん、でしょ、うん、これさ、うん、あれ地味に多くて嬉しい、ははは、永遠という酒飲める、まあそういう風に作ってるから、なんか屋台に出てきそう、ね、ほんとなんかアジアの屋台に、うん、あってもおかしくない味、うんうん、美味しい、ほんとに、うん、なんかこの辛みがいいんだよね、そう、ナンプラー入ってるのね、正解、やっぱし東南アジアからね、ケチャップとナンプラー、あとトワワンジャン、うん、うん、うまっ、ほんとこれってうまい、これはつまみにも夕ご飯にも、ね、どっちでもいけるでしょ、うん、どっちでもいける、まあこれで夕飯にしても全然ダイエット中、うん、
ね、これ一皿で満足できるくらいのだと思う、うん、まあイコールさ僕ら酒飲みながらこんだけ食ってるからちょっと食いすぎなんだけど、でも一皿と汁物があればいいじゃない、うん、夕ご飯だとしたら、まあそうだね、夕ご飯にダイエットメニューにするんだったら、うん、これとなんか汁物一皿、うん、なんか卵スープくらいで、うん、あとは野菜サラダ、うん、なんかでも全然いいんじゃない、ね、うん、それこそ今の季節だったらさ湯豆腐なんかはさ、うん、低糖質だしもちろんすごいカロリーも全然ないし、うん、で結構ゆっくり食べるから満腹感も出てくるわけじゃん、うんうん、まあ、すごいいい組み合わせだと思うよ。でも、ね、これを全部食べるのはダイエットに関しては食べ過ぎだけどね、ダイエットとしては、そう、うん、食べ過ぎ食べ過ぎ、うん、まあそれでも全体で今日の夕飯、まあアルコールは別としてつまみのカロリーどんくらいあるんだろうな、600、700、あれでもじゃこ天がそこそこあるからな、揚げてあるからね、うん、今回油抜きとかそういうめんどくさいことしてないし、うん、そうだね、でも700程度で収まってるんじゃないかな、希望的観測だけど。はい、では今回はこの辺で、せーの、ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の PFC バランス表はこちらです。作り方は概要欄に書いてありますので、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画が美味しそうだな、役に立ったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしてますので、感想や料理のリクエストなどございましたらぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。